西東京市にある下野谷遺跡が今月、歴史的・学術的に価値の高いものとされる国史跡に指定されました。縄文時代の集落としては南関東で最大級と言われ、450軒以上の住居跡が見つかっています。西東京市東伏見にある下野谷遺跡、およそ5000年前の縄文時代に人が暮らしていた痕跡を残す貴重な遺跡です。これまで市は遺跡の上に公園を作って保存してきましたが、今回この公園を含むこの辺り一帯が国の史跡に指定されました。遺跡全体の面積はおよそ13万4000平方メートル。高度成長期には遺跡の上にマンションなども建設されましたが、公園として市が守り続けてきた場所が今回国史跡に指定されました。決め手は、開発が進む都市部でも保存状態がいいことや、市が積極的に国に働きかけてきたことです。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそ、こんにちは、よろしくお願いします。地下に眠る遺跡は一体どんなものなのでしょうか。こちらの方見ていただくと、これがみんなこう縦穴住居の跡なんですけれど、それがこうたくさん見つかってます。で、今まで22回の調査を行ってきたんですけど、大体こういう住居跡が450件以上見つかってます。人と人との交流、あるいは物と物とのネットワーク、そういったものが大きく発達して、それの石神井の中でも中心になる大きな村、それが下野谷遺跡だった。当時の繁栄の様子は出土した土器からも見て取れるといいます。すごく模様がちょっと芸術的で、あるいはこう派手な形のものが多いんですけれども、遠く山梨、東北の特徴を持った土器が下野谷遺跡で多く見つかっているっていうところはまた特徴があります。下野谷遺跡には広場を囲むように住居が並ぶ2つの環状集落があったと見られていますが、その全容は不明で、国史跡になったことでさらなる解明も期待されます。史跡指定に盛り上がる西東京市、国史跡のある町として全国にその名を轟かせたいと意気込みます。